はい、こんにちは、コムさんです。今日はね、この、クリアケースというのかな。大事なね、制作した大事な、キットをね、ここにね、飾り付ける、クリアケースですけども、これのね、土台なんですね、これ。これをね、ミラー調にしていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょうかね。これね、こんな感じのミラーのね、シート。これは車のね、実車ですよ。車のね、ミラー調のフィルムっていうのかな。フィルムっていうのかなっていうフィルムですね。ミラー調のフィルムです。それをこんな感じでね。ざっくり、まあ大体ちょっと合わしときますけども、大体ざっくりってどういうことなんでしょうか。こうね、切っていきます。スーッとね、もう大体、ほんま大体でいいです。まあもったいないと思う方はね、きっちり切れば、この大きさにさえ切ればね、いけるんですけども、余らしとかんとね、足らなくなるんで、余らしときます。コムさんはね、こんな感じで切りました。ちょっと眩しいですね、光当たって。はい、もう普通にこうしてざっくり、ね、切るだけです。はい、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、それではね、続きやっていきましょう。今ね、ちょっとあれ、巻き取るためにちょっと止めましたが、これセロテープでっていう風に説明書いてるんですけど、別に、ね、コムさんはセロテープじゃなくて、手元にあるこんなね、養生テープね、こんな、これで やります。いつもね、だいたいこんな感じです。で、これね、両方こう貼るんですね、こっち側とこっち側に。で、ベタッとくっつかないようにちょっとだけ貼り合わすとね、ここからじわっと完全に外れていってくれるんで、これをね、めくっていきます。こうね、だからこう剥がれますよね。はい、これが、こっちクリアね、こっちがミラーね。実写用のやつなんでね、こんな感じで光通りますよね。向こう透けて見えております。はい、そしてね、これこの状態で、もう一回これね、登場してもらいましょう。これね、こうかな。で、ちょっとめくりますね。めくります。もっと広いところでやればね、いいんですけどね、いつもの作業場かな、塗装ブースでね、やってますが、これちょっとここにね、預けとくんですね、テープ。戻ってこないように、預けときます。で、ここにね、シートに水を、結構たっぷりめにかけます。水です、これ普通ね。で、土台の方もね、貼るところにちょっと水をたっぷりめにね、やっときます。そして、これを、こう貼ります。だいたい真ん中ら辺でいかんとかな。ちょっとこっち寄せようかな。このぐらいか。というのは、この前の、この台、土台ね、前ちょっと膨らんでるんですよね。なんで、こう、ちょっとこっちも余計目に入れとこうか。ちょっと後ろ足らないか。後ろ足らない。もうちょっと後ろ寄せようか。これね、剥がすときね、ちょっとぐちゃぐちゃっとなる感じするんですけど、大丈夫です。治るんでね。治るので。で、ここを、こっちね、こうしといて、一回水をもう一回ね、つけます。ちょっとね。で、ここをね、普通の定規です、これ。定規でこう、押さえます。こうね、綺麗に押さえときます。あとでこれまたね、もう一回直せるんで、こっちはまあ、ざっくりでいいです。こんな感じでね。で、今度こっちね。一回ね、途中までめくり戻します。こんな感じで、めくり戻します。もうちょっと行こうか。この辺までね。ここ一番あれかな。お、縁切りしてるとこ、ここまでね。で、ここの部分水足します。で、これもうちょっとめくっていこうかな。こうスーッとね。初め貼ったとこで、止まっててくれるんで、手で押さえなくても済みますよね。こんな感じで、水たっぷり入れて。で、これをね、これちょっと見えにくいんですが、こう、
つけて、このままねこう定規でスーッと押さえていく、押さえていく、押さえていくね、フィルム外れてるところまで押さえていく。こっちちょっとぐちゃぐちゃってなったらね、後でめくってまた直るんでね、今現状こんな感じでどうでしょうか。綺麗にねミラー調になってますよね。でまたね今度こう、もうこれいらないな、この養生テープもいらないんでね、剥がします。これもいらないんで、逆に邪魔になるんでね、後で。でこうまたちょっとめくりますよね。でここ水でねシュシューっとやっときます。吸ってますかね。でええー、とこまでね一旦戻します。あ、水取れちゃったね。ええとこまでね、よりのええとこというか、綺麗に腫れてるとこまで一旦戻します。でまたこうねスーッと、あ、ちょっと戻しきれてなかったね、もうちょっと戻そうか。よいしょ、こうねめくっていきます。とにかくめくっていきます。で綺麗に腫れてたとこまで戻ったら、もう一回これ見てね、これ一回でやれ、うまくいったら一回でいけるんですけど、今ちょっと綺麗なとこまで戻れてなかったんで戻しました。でこんな感じで、もう最後ねもう水完全に、取っちゃいます。これシート拭いて、水拭いて、吸ってるかな。もうこれじゃそっち行けないんですよね。ちょっと上上げようか、こういうね。でまた定規でねこうスーッとすると、こんな感じで、ちょっとこうよりの悪いとこあったら一回ねこうペローンとめくって、もう一回こう押さえていくという感じです。こうね、これゴムヘラあった方がいいですね。今度はこれ定規でやってますけどね、ゴムヘラやったらね完全に気づかずに綺麗につけられるんで、どうでしょうか。こんな感じね、ギラーっとミラー調になりましたね。コムさんのよ、あのコムさん映ってますけどね、見ないでくださいね、あんまりね。見てもいいですけどね。でこっち側ね、もう一回こうシートに水でやって、こうやって戻すと、あ、これめくっとこうかな、養生テープ、よいしょ。これを、スーッと吸っていくとこう綺麗になると。ちょっと失敗したらね、ちょっとぐらいはね、傷残りますけど、まあまあほとんど大丈夫です。こんな感じで。ね、で、ちょっとボコとなってたらそこまでめくってまた行くと。こんな感じです。どうでしょうか。一回拭いてみましょうか。あんまりね、ギラギラとしすぎてね、コムさん血移ったらあれなんで。よいしょ、こんな感じです。あとね、こう拭いたら悪いとこ出てくるんで、こっち悪いんで、ここ一回めくりますね。でまた水ちょっとシュッシュッてやって、こうね戻すと、そうしたら綺麗になりましたね。こんな感じね、綺麗になりました。はい、ここちょっとまだ綺麗になってないんでね、こう押さえるかもう一回めくってやったらいいんですけども、コムさんこのぐらいでええんで、もうこれでいきます、これでね、と言わずにもう一回やっとこうかこれ何遍やっても大体一緒なんですけどね、これをめくってめくって、あんまりこのめくったとこを折るとね、ここで折れ目できちゃうんで、こうやってスーッとね、いきます、いきます、いきますね、こうスーッといきます。これゴムベラやったら気づいかへんのですけどね、あんまりやりすぎるとゴム、これアルミなんでね、気づいちゃうんで、あんまりこすらないようにいきます。はい、こんな感じでね、どうでしょうか、できました。ね、はい、これ上映ってますけどね、これ塗装ブースこうなんですけどね、これ塗装ブースの箱が衣装ケースというかね、道具箱入れなんでね、道具箱入れちゃう、道具入れの箱なんでね、こんな感じになってます。はい、あんまり映らないようにします。でね、あとはここね、ちょっとハサミで先にね、角だけね、もうちょっとこの余ってる分もう大体切ってしまったらいいんですけど、この角だけ折り曲げなあかんので、ここねちょっとこう切っとこう、チョキンチョキンでね、角の部分に合わせて
言って、ここ角なんでね。これこう押さえたら分かりますよね。ここ角のとこね。ここで切っとく。ちょっとここ足らんかったかな。このここね。この部分。まあまあいいです。ちょっとぐらいはね。ここ角を切っときますね。はい。で、こうね、これをこう押さえていく。こうね、こっち側へね。こう折れ目あるんで、こう押さえていきます。こっちね、こう。爪か指かね、ヘラ、もしくは、何やろう。爪よりわかんない、この場合はね。こんな感じでね、映ってるかな。すると、ここにこう角があるんですね、止まりのね。ここまで押さえていくと。こうね、綺麗に押さえていきます。こっちも行こうか。こっちももう行っとこうか。こうね、角決めてこう押さえていくと。で、この余ってる部分が、こう、押してきたり、上押してきたりとかね、こっちのね、これ、こういうとこね、これがここにくっつくんですね。ここついた時にはね、ここ、角にうまくつかない時があるんで、それがそこだけちょっと注意して、こう、入れ込むようにね、こう、入れ込むいうか、折り込むようにね、こうやって、角を押さえていきます。今はざっくりでいいです。これまた後で しっかり押さえたら治るんで、こんな感じで押さえていきます。はい。ここちょっと浮いてんのかな。これちょっと、しっかりここでつけていこうか。こうね。よし、こんな感じね。で、ここもう一個、もう一角ね、あるんで、ここ。こういう風にね、こうくっついてね、これ剥がして、もう一回こう角を押さえるという感じで、近すぎてちょっと見えにくいでしょうけどね。こんな感じになりますと。で、ここをね、この角でね、ここの角で、カッターでスーッと切っていくと。もう角に合わせてスーッと切るだけです。これで、ね、こうペローンとめくっていったらこっち側は取れると、はい、でこっちもねこう角残っててもねちぎれるんで後でね、まあ、こう切っといたら一番いいんですけどね こっち見て一回切ってでそこ合わせてでこう切っていくとここはもうカーブに合わせてねこう切っていくとこんな感じでこうペローンとね取れちゃうという感じです。あ、こうくっつかないな。どうしたんやろな。粘着力あんまり依頼すぎて粘着力が落ちたのか、それとも浮いてるの水で浮いてるのかでね。ここしっかり押さえていこう。あ、つきましたね。つきました。はい、ここもう一回ちゃんと押さえて角をね。こうやって角を押さえて、でこれ角がここからまたね、パスッと切っていく。ね、で。ペローンとめくると、これなんか突き悪いですね、やっぱり。よいしょ。こうね、つきました。こんな感じね。よし、でこっちの角ね、切っていきましょう。こっちね。こう切って、ちょっとね、ギンギラしすぎてね、コムさんも眩しくて見えにくいんですよ。メガクラムというのかな。こんな感じです。で、はい。そしたらね、これであとはここね、こう、また、きれいにね、この角をね、角というか折り返しの部分をきれいに押さえていくと。で、この前のね、ここ、ギザギザなってたやつもこう押さえていきます。きれいにね。よいしょ。ちょっと水抜けてからの方がくっつくんですけどね、水あるとなかなかくっつかないんで、よいしょ。はい、続きね、角もね、ちゃんとくっついてきてくれましたので、こう押さえてね、しっかりこう、ね、押さえてなじませます。ここの部分っていうのは、ケースのね、外側のところで押さえ込まれるのでね、ほとんど見えないんですけど、一応ここまでね、綺麗にしといたら、この角が綺麗に見えるので、こんな感じで。
やりました。ここね、あ、ちょっと残ってるな。これもう一回めくってね、こうやったら綺麗になるんですけど、一応ねこれ針かカッターでちょんとついて押さえると水も空気も抜けてエアがな、あの膨らみがなくなるという感じです。こんな感じね、はい、こんな感じでできましたので、どうでしょうか。もうかなり映ってますよね、鏡みたいね。まあ、ミラーフィルムかな、鏡ですよね、はい。で、ちょっと水つけて、これ拭いときます、きれいにね。ティッシュでね、きれいに拭いときます。よいしょ、拭いて、から拭きまして、これ反対側濡れてるけど、反対側乾いてるんでね、反対側から拭きと。はい、こんな感じでね、もうあんまり鏡でね、クモさん映ったらあれなんで、またね、あの顔出しはしてるんで、また顔出ししますけども、こんな感じでね。はい、では、ちょっと、これほんまあれやな、完全に映ってるね。はい、この上、ここ映してる分には全然大丈夫や。どっち行こうかな。これ行こうかな。あの、これずいぶん昔にね、あの、昔が前に作ったあの、ゼロ線調の LB ね、GTR。なんですが、あ、これかラルース行こうかな。ラルース行きますね。ラルース。あれでもいいんですけどね。ラルース、これ。これも、コムさん動画やり始めた初めの頃にね、作ったラルースなんですけど、こんな感じでね。これもね、固定せずにずっと直し、飾ってたんですよ。このケースに入れて。はい。こんな感じでね、置いて。位置大体決めてね。斜めにするよりやっぱりまっすぐの方がいいですよね。はい、そこはもう好みでね。コムさんこのまま行きます。ちょっと後ろ気味にセットしようかな。前にね、余裕ある方がなんかこう、ど真ん中行くと狭苦しく感じるんでね、こんな感じにしようかな。はい、位置的にはもうここにしときます。もうちょっと前にね、こうしときます。で、あとはね、もう、ドリルでね。これ、もうほんま、これも随分前、コムさんの随分前の動画によく出てきた、あの、まあ、来たの。これもあの模型専用にしてます。あの仕事用は、あ、仕事用というかね、あの使う、他で使うやつは、あの、もう他のもんにしてますけども、ちょっとこれ持てないな。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、ドコモとか、ゴーモとか。あとちょっとずれちゃったな。そうそうそう。グリップしてください、ラルースさん。はい。で、こうやってね、動かないように、これ、あの、タイヤがコロコロね、よく転がるんですよ、ラルースね。だいたい真ん中の、もう穴開けんのがね、なんかね、もったいなくてね、ほんまはね、固定したくないんですけどね。これでもだいたい真ん中中心ぐらいなんで。はい、もうこれで開きました。ラルースさんももうね、串刺し状態になってますが、抜いていきます。はい。そして、これがね、道穴としてつけときます。コムさんの場合はですよ。で、タッピングネジね、こうドリルになったやつ。これでもう一発でガーっていってもいいんですけどね。ちょっと失敗したらあかんのでね、これで下穴開けて、で、これでもう一回ね、開けていくと。あの、指ね、指こっちに当てて、指穴開けないように注意ね、手をしないようにね。まあ、そんな方はおられないと思いますけどね、一応注意してください。で、このラルースもね、もうちょっと細いネジの方が良かったけどね。ラルースちっちゃいからね。よし。もう開きました。はい。もう迷いも何もなくなりましたね、開いたんで。で、こっちつけて。あとはね、もう、ドリルで、あの、電動工具でやるとね、バスって。締まりすぎるんで、手でね、手ネジ、ドライバーね、はい、でやっていきます。ここにちょっと叩いて、この頃はあのカーボン調油でね、あのシャシーの上っ面はこんな感じでね、カーボン調、あのカーボンデカールね、貼ってね、やってました。コックピットもね、やってましたけど、そんなに上手じゃないというかね。よし、こんな感じかな。で、最終的な角度は、あの、最後締めてからね、決めるということで、こんな感じでね、締めていきます。
ギュッと締めたらあかんね、角度決めなあかんからね。あ、まあまあいいですね、これで。はい、いいですね。もうちょっと締めとこうか、じゃあ。こうね、ギュッ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 とね、締めました。なんか口だけギュッギュッと言ってるように思いますけどね。こんな感じ。ミラーにね、ラルースが乗っている感じになりました。これ上から見たミラーなんですけどね、こう横から見るとね、あの、本体が映ってたりとかね、他風景の影響を受けて色変わってね、見えるんで。ギラギラした感じにはならないですね。まあまあギラギラはしてますけどもね、そんなにいやらしいほどのギラギラ買わないと。で、このケースを被す。被さん方が綺麗やけどな。被すためにやってるんでね。はい、で、これで、まあ、このケースのね、留めとしては両面テープね。コムさんの場合ですが、こうやってね、大体の長さにこう切って、できます。ってかな、こうね、3枚かな、前に貼ったらね、汚く見えるんで、よっと、3枚ぐらいでいいかな。で、ここへね、貼っていくと、ちょっとこう、縦の方に、この縦の方にもかかるようにね、こう、ちょっと余らしながらこう貼っていくと、角つけてね、こう貼っていく。これ、こっちのね、まっすぐな方を前にしたいけなぁと思うんやけどね、ここのね、このクリアケースはね、こっちのまっすぐの方がね、透明度が悪いんですよ。これね、こっちが透明なんですけど、こっちがちょっと若干ね、ん？これは綺麗な。これは古いやつやから、前のやつは透明やったんかな。最近のやつね、こっちの直線の方がね、ちょっとなんかこう、ぼやっとしてるような感じなんですよね。だからこれはこっち前にできますね。このケースもこっちも綺麗かったから前にできますけどね、うん、まあこっち前にしましょうかね。丸い方ね。なので、こっちはもうテープ貼りません。こっちの直線の方前にするときはこっちのテープね、なくしたら前から見たとき綺麗かなと思います。で、こう蓋してね、あとここね、見えないな、ここね、ここカットしていきます。これこのケースに沿ってね、でこれまた使えるんでね、細かい話ですけどね、使えるんでまた使います。次のケースにね、これでね、くっついちゃってね、ダメになるやつあるんですけどね、両面テープ、あー、これ今これがそれですね、ついてペロンとめくれないんですよね。で、使えないというだけの話なんですけどね。これもここでね、切っていこう。ああ、脱線しちゃったな。よいしょ。はい、こんな感じね。で、もうあとはね、この両面テープ剥がして、これも剥がすときはこれね、まだ両面テープ効いてないんで、取れるんですよね。で、これをね、めくっていく。ピンセットでいこうかな。こんな感じでね、でもめくっていくのはただただ紙めくるだけなんですけどね、こんな感じも何もないんですけど、ちょっと口癖になってるな、こんな感じっていうのが。はい、これで、ちょっとここ綺麗にしようか。綺麗にって言ってもそんな綺麗になってないですけども、はい、これですね、はい、綺麗ですね、キラッとね。で、あとクリアケースのね、背景とかは、デカール撮影したりとかね、バッグ、こんな感じでね、これくっつきました。これでもね、こう取れないですね、外れないんで、高いところで持てて万が一外れたらね、プラモデル作品潰れたらあかんのでね、要注意でやってください。こんな感じね、こんな感じです。はい、で、バッグはね、まあ、100均にいろいろ売ってますけどね、そんなん使ったりとか、コムさん今回しないですけど、ここね、後ろのね、とこ、貼っても面白いですよね。皆さんもやっておられるとは思いますけども、また貼って楽しんでください。はい、今日はね、こんな感じで、クリアケース2の、土台をシルバーじゃあ、鏡、メッキ違う、鏡調にね、ミラー調に
しましたという話でね、やってきました。はい、これで終わっておきます。ではね、さよなら。